プラスマイナス。参考書にあるようなみんなのやり方で周りから遅れを取ってしまったとき、そうさんなら、えー、自分のやり方に変えますかみんなと同じやり方で乾杯するまでやって、蹴りをつけますかだって。俺はなんか、スポーツにしても勉強にしてもそうだけど、まあ、みんながやってるやり方は、みんなやってるんだから、その同じ方式でやって優劣を競うと、分の1だから、勝つ確率はやってる人数分の1になるから、勝ちにくいって思ってんだよ。 俺はとにかく、あの、何か始めるときは、もうそこにいる全員を眺めて、その全員が誰も気づいてないけど、これをやったらこの競技とかって一番早く成長するよね。でもみんなは中学、高校とかでそのスポーツやりすぎて、先生からそれを学んじゃってるから、でも先生やって中高で先生やってる人に、その競技で日本一になった人ってほとんどいないよね。 ってことは日本一になる高校で練習した指導者は誰一人いないんだよね。でも日本一育ててる先生もいるけど、その人は指導力はあるけど、あの、その子が優秀で日本一になる素養を持ってた人がその指導力に惹かれてそこに来てるから、その先生のメニューがいいってわけでもないよね。でも、あの、競技を見渡してこういう能力が必要だっていうのはチョイスする能力はあの人高いよね。 だからあの人のトレーニングで何を持ってそれが伸びてんのかをまずは見に行こうとか、なんかその得意あの点を見つけるわけよ。あの、一般の人がやってないものの中にポンってこう得意点が見つかったらそれを全部ヒアリングして回ってとか、うん。で、まあ、そのルール、ルールを見て、このルールだったらこの能力を持ってたら一番いいんだから、このメニューのこれはいらないってバサって切り捨てたりするから、とにかくみんなのやり方は一切やらないです。 自分だけのやり方で一から勝負して、はい、あの、圧倒的な勝利を収めるっていう、はい。誰もが経験したことない勝利を短い期間で収めたりとかして、あの、まあ、芸能もそうだけど、一から個人事務所でスタートして、あの、芸能界で、あの、なんとかタレントになっちゃうっていう方法を試したり、その業界に今までなかった方法を試して、他の人とは違う勝ち方をするから、勝った後もそこに価値があるっていう。 同じチャンピオンが10人いても、俺だけ勝ち方違うから、俺の勝ち方は他の人にも求められやすいし、しかもその元の他の9人よりも早くチャンピオンになってるから、同じチャンピオンでもやっぱ価値が高くなるっていう方法を取りたいなと思ってスポーツしてたんで、うん。でもその後俺がポンって勝ってすぐ辞めちゃうから、みんなそこから記録伸ばして俺の記録を超えてったりするんで、うん、彼らはその俺なりの価値を手にしたりとかもするんでね、お互いウィンウィンなんじゃないですか。 そういう感じ勝ちたかったら登録しとけ